モシジンは、アフリカの民族。自称は単数型が、モアが、複数型がムースである。ブルキナファソを中心とした西アフリカのサバンナ地帯に、居住する。モシジンの神話によれば、モシの王家は、現在のガーナ北部にいる、ダゴンバ人の姫とマンデ人のカリウドの間に生まれた、ウエドラオゴという名の王が始祖だという。史実では、15世紀中頃に、天ゴドゴ合徒とする。 この地域に、モシ王国が没興し、強力な騎馬軍によって、当時前世紀にあったマリ帝国や損害王国からも、独立を保っていた。しばらくして、ワヒグヤをととする北部モシ、ワガドゥグーをととする中部モシが、天ゴドゴをととする南部モシから独立して三国に分かれ、19世紀までそれぞれ独立を保った。19世紀後半になると、 フランスがこの地域に勢力を伸ばし、1919年に、普通量オートボルタ植民地が成立したが、モシ諸国はよく組織された国家を持っていたため、フランスはこの地域に間接統治を取り入れ、各王国を利用して植民地支配を進めていったため、王の権力は残った。オートボルタ共和国が1960年に独立すると、モシ人はオートボルタの多数派民族となったが、 ブルキナファソとなっても同国内においてはさほど特定民族への富や権力の集中が起こっておらず、国内において母子人と他民族との圧力は起こっていない。1985年、クリスマスウォーではマリ共和国とブルキナファソが交戦した。母子人は農耕民族であり、トウジ人ビエやモロコシなどを栽培している。低住民であり、集落は山村をなしている。 伝統的住居は、円筒形の泥壁の上に、円錐形の草屋根を乗せたもので、家の中に部屋の仕切りはない。ガーナ北部に居住するダゴンバ人やマンブルシ人とは、言語、文化、王の系譜などがよく似通っており、近縁の民族とされている。現地の伝説では1120年という説をとっている。ありがとうございます。